ズ、そしてドリームサイクルです。大きな拍手でどうぞ。ありがとうございました。さあ、それでは皆さん
これから私はメンバーを一人一人紹介します。紹介したら大きな拍手と歯を出して応援してください。お願いします。それでは一番僕からチャイチュンちゃんでした。はい、それから雨の中でも最後まで頑張りましたとチャハディちゃんでした。はい、それではつぼ回し、スリードと力モデルの大橋さんでした。はい、それでは皆さん今回のメンバーの中一番可愛いのしえちゃんでした。ありがとうございました。はい、それはタイのチャオショーパンさんでした。はい、そして最後はキャプテンのコウブンさんでした。ありがとうございました。はい、それでは皆さん、ここまで中国語雑談の、午後の公演はここまで全部終了いたしました。皆さん楽しかったでしょうか。ちょっと待ってください。拍手だけ足りないです。ちょっと待ってね、これから説明します。皆さん見えますか。長崎ランダムフェスティバル100円。募金。はい、コウグさんありがとうございます。皆さん、ですね、長崎ランダムフェスティバル今年まで22周年頑張ってきました。僕はこの中に7回来ました。それで本当に、大好きです。愛しています。だから皆さんも、応援お願いします。はい、これからちょっと下で回りますから皆さん、100円お願いします。あの冬の一大イベントランタンフェスティバルを末永く続けていくための活動としまして、はい、100円募金活動を行っております。あのジャンパーを着たスタッフが皆様のところに降りてまいりますので、よろしければ募金、100円募金よろしくお願いいたします。100年続くランタンフェスティバルになるためにですね、募金活動を行わせていただいております。よろしくお願いします。お願いします。皆さん確かに100円買いがあるんですけど、全然お札にも入ってるんですよ。また昨日ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、皆さんはここでお別れです。ありがとうございました。皆さんは拍手でありがとうございました。ありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。あ、大丈夫ですよ。ありがとう。ありがとうございます。あの、ランタンフェスティバル、今後もずっと100年続いていくお祭りとして、ありがとう、支えていきたいと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。お願いをしております。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとう。あの、この貴重な募金はですね、今後のランタンの修復などに使わせていただきます。また新しいランタンを購入する際にですね、使わせていただきます。大切に使わせていただきます。何歳ですか。ありがとうございます。初めて雑誌見たんですか。前は見たことあります。ありがとう。ありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。